栽培漁業とは、生物を人為的な設備、環境下で育成し保護した後、自然へ戻して漁業の促進を図るシステムである。作る漁業とも言われる。また、栽培漁業において、地魚を育てることを種病生産、育てた地魚を海に放すことを種病放流という、栽培漁業は1960年代の瀬戸内海で始まった。その頃の瀬戸内海では、 高価格魚が減少しており、低価格魚が増加傾向にあった。そこで、その状況を打破する新たな試みとして1962年に、香川県の八島や愛媛県の博多島に初めて、国の栽培漁業の事業場が設置された。その後、事業を実施する機関として、社団法人瀬戸内海栽培漁業協会が1963年に発足した。 瀬戸内海での栽培漁業は成功し、これに刺激され、1977年以降、国の栽培漁業センターが全国に随時設置された。瀬戸内海栽培漁業協会は1979年に日本栽培漁業協会に改められ、全国的な組織となった。その後、2002年に閣議された公益法人に対する行政の関与のあり方の改革実施計画により、 2003年に日本栽培漁業協会は解散し、当時の独立行政法人水産総合研究センターに統合された。なお、水産総合研究センターは、海藻により水産研究、教育機構となっている。国の栽培漁業センターは、以下の、計16カ所に設置された。その後、あっけ博多島、上浦、 八重山の各栽培漁業,業センターはそれぞれ栽培技術開発センターとなり、小万木栽培漁業,業センターは、上浦栽培技術開発センター小万木分場に、百島栽培漁業,業センターは、瀬戸内海区水産研究所100実験施設となった。また、都道府県の栽培漁業,業センターは64カ所に作られている。種苗生産、編集ぶりの一種の種魚、 カンパチ一般的に親と同じ形になる全長2から3センチメートルの稚魚期まで育てることを種苗生産という。種苗生産では、新魚と呼ばれる卵を取るための親の魚を用意する。新魚には、天然の生魚を捕獲して用いる場合と、天然の幼魚を捕獲し、飼育下で成熟させたものを用いる場合がある。卵を取る方法は、自然採卵と人工採卵がある。 自然採卵は、飼育環境下であるものの魚自身に放卵、縫製を行わせ受精卵を得る方法で、人工採卵は成熟した親の腹部を圧縮することにより得た卵と、精子から受精卵を得る方法である。人工採卵ではしばしば成熟ホルモンを用いる。得られた受精卵は、適切に管理され孵化させる。孵化した主魚が最初に食べる餌は重要でその魚に、あった。 大きさのものでなければならない。海産魚の場合、多くの魚種で初めは小さい生きた生物を好み、種病生産現場では大量に培養可能な塩水壺はワムシを与える。ワムシの次はアルテミアを与え、次に細かい配合飼料を与えるというのが代表的な餌の順番であるが、魚種によって大きく異なる。安定した種病生産の技術開発とともに、 ワムシやアルテミアを安価に大量生産する技術開発も必要不可欠であった。中間育成、編集種病生産後、放流サイズまで育てることを中間育成と呼ぶ。種病生産で一魚期まで育てると移動可能となること、また、魚種によっては着底し生活様式が変わることなどから、種病生産を行っていた水槽からは移動させ、別の水槽や池巣で管理される。 種苗放流、編集放流する大きさは、自然界で生き残れるか、と、育てるコストを考慮し、最大の効果が期待できる大きさを決定する。大きくすれば、自然界の生き残りの可能性は高くなるが、費用も多くかかる。一方、小さいと自然界の生き残りは低くなるが、同じ費用でも放流日数を増やすことができる。放流する場所には、 それぞれの魚に適した場所を選ぶ。また、放流直後はパニックになり最も外敵に襲われ、安い瞬間でもある。そのため、放流するときには、太いホースを通し海底へと放流したり、大型の容器の中に入れ、海底までロープを下ろし、容器から逃がして放流することもある。天然魚と放流された魚とを区別したい場合は、魚体には標識をつける。標識には、 内部標識と外部標識がある。内部標識は人体、魚体に無害な薬品で骨を染める。外部標識には、ヒレの切除、プラスチック製のダム、入れ墨のような色素注入、焼印など様々なものが開発されている。放流後の管理、編集放流後は、商品サイズになる前に魚が漁獲されないように、放流場所周辺の漁業者や釣り人に協力を要請する。 ノルウェーでは、大西洋タラの資源量減少を受けて、大西洋タラの栽培漁業技術の研究が国家プロジェクトとして実施された。ノルウェーでは1980年代に、大西洋タラの種苗生産技術が確立され、その後は、大西洋を標の種苗生産等の研究が行われている。人工種苗が野生集団に及ぼす影響が懸念されている。 生態的影響病原菌の電波環境収容量をめぐる放流魚と野生魚の競合他魚種との競合遺伝的、影響遺伝的多様性の喪失集団構造の変化適応度の低下また生じている問題に対するモニタリングはほとんど行われていないと指摘されている。ありがとうございます。